はい、えっ、ー、と、ミスターゆ夢さん、動画の方ありがとうございます。ゲストハウスのこととかね、いろいろとお話しくださいました。あーそんなに難しくなく入れるみたいなことも言われてました。うん、まあね、えー、憧れる形でありますよね。まあ、あの、私はね、やっぱり洋風なものよりも、結局はこうやって和室が好きなんですよ。和のものがね、日本風なのが。だから自分が大きなお金を払うものっていうのはこういうことになってきますけども、やっぱりね、宿泊に行くときはホテルを選んだりしますね。やっぱりね、素敵なホテルとか。 あとやっぱたまにだからいいのかなと思います。ミスターマイヤンさんみたいなお住まいっていうのは私はすごくいいなと思うんですけどもそれも毎日ではなくてたまに見たいしたまに体験したいっていう感じですかね。根本的には私が今自分の周りを取り囲んでるものが好きですねで今回ね。 ミスターマヤミさんがゲストハウスのことをちょっとお話してくださったんで、今度は私からですね、ちょっとここまでの私の半生といいますか、大げさにならない程度に少しだけ話していこうかと思います。まあ、私はですね、大学を出た後、地元のスーパー、ハローズという会社にね、24時間スーパーマーケットに就職しまして、それから7年ぐらい勤めた後に、その会社が上場したんですよ。当初一部上場した、それを機に私は退職して、退職金と、 あと、自社株ですね自社株の売却益を持って自分の会社を始めようと広島という町に出てきましたで広島の町に出た時に半年ぐらいは社会勉強のためにまあブラブラ遊ぶことにしたんですよねで700万円ぐらいが半年でマージャンでなくなってそれからガードマンのアルバイトをするようになったりねそれから訪問販売の会社を作って家から家へ回るようになったわけなんですよねでいろいろあったんですけども私があと2000 十何年だったかな忘れちゃった <laughs>。まあ、あの、麻雀店をね、えー、スタートすることになりました。麻雀店をスタートして、えっ、ー、と、2009年、2007年だ。2009年ですね。2009年に麻雀店をスタートして、で、それからというのは、あ、2007年でした。すみません。2007年に麻雀店をスタートして、それからね、2015年まで赤字を続けながら麻雀店というのをやったわけですよ。一時期黒字になったんですけどね。 それから2013年に私はインターネットを使った集客方法を本気でやろうかなと思って店を入らすためにやったんですけども案外ですね、あのー、自分の作ったサイトとかが自分の店を紹介するよりも他の人の、ね、商品を紹介した方が売れるってことに気づいて皮肉なほどに、まあ、そこから、ね、インターネットにのめり込んでいったということですよねインターネットビジネスで。 人のの会社の広告を出しててあげてその紹介料をもらうみたいなその紹介料がまた大きいんですよね。でアフィリエイトっていう形だったんですけどもコストがかかんないんでむちゃくちゃ私には向いてました気が付いたら1万4,000サイト作ってて月収が200万とかね300万前後毎月毎月行くようになったって 15, 15ヶ月連続で行きましたねそれは。である時そのアフィリエイトをやめて今みたいに。 投資取り,回りででねやっっていくよようになったんですよそれを私は隠居という風に名付けております。まあ今でもね、隠居という形でタイトル付けてましてですね、基本的には、あのー、用事がないんで、世の中に。社会に用事がないんですよ。まあ、ですんで、外出ってのは、本当にですね、奥さんと綺麗な景色を見に行くぐらいになっちゃってね、まあ、よく分からない人生になってきました。さあ今回ね、何が言いたいのかというと、自由は手にできるんじゃないかなと思ってるんですよ。 でもちろん自由今みたいに私みたいに自由になって改めてね自分の好きな業種とか好きな仕事とか好きな会社っていうのがねよく見えてくるんですよお金を稼ぐために仕方なくやってたものが好きになるのとちょっと違ってですね何の制約もなくって何のお金も時間も心配もなくって自分がそういうフラットな状態で選ぶとしたら何かなっていうふうに考えると見えてくるものがねやっぱ違ってきたんですよねうん考えてみたら人っていうのは人生の大半を 今働いて過ごすわけなんですよねそして働くための地盤を作るために進学をしてるわけなんですよ仮にですね生まれた時に10億円我が子にあったら学校に行かかせるる意味ってあるんですかねもはや競争しなくても良くなった時に資産でやっていける時に無理やり競争する必要がないと競争社会に行く必要もないし誰かと張り合う必要もないし人生で全敗でも幸せに生きていけるっていう構図が弾けるんではないかなと思うんですよ さあじゃあ動画のまとめになりますけども多くの方は勝たなないいいともらえないっていう原理で勝ちに行くんでですよねでも最初っから全てがある状態だと戦う必要がないということでねパラダイスみたいな生き方ができるんじゃないかなと思いますよねさあミスターヤ弓さんえミスターヤ弓さんは特に宗教に参加してるわけではないとは思うんですけども私も宗教に参加してるわけじゃないんですけども宗教観としてはねうんやっぱあるわけなんですよなんかねその巨大な石を敬う気持ちとかね えー、ありますし夢もなんかって信じちゃいまらミスターマヤムさんは夢を見て例えばね最近見てるかどうか分かりませんけど夢を見てそれが現実の社会にも起きるんじゃないかなって期待するようなことありますかいわゆるデジャブみたいなね。 私はね、夢で見たことって必ず実現するような気がして本当にワクワクするんですよねでなるべく夢で見たような場所とか地域とかに行ってみたくて探したりするんですよでそういうのも私の脳が作り出してくれた私へのプレゼントエンターテインメントってものなのかなと思いますよねえー、ミスターマイさんとこうやってね知り合えて関わることができました本当にありがとうございますこれからもね一生懸命、えー、楽しくやっていきましょうで、ま、は失礼します